韓国は短期間で目覚ましい成長を遂げ、新たなエネルギーを得て発展を続けている。その中でもここ黄海経済自由区域がアジアを超え世界中から注目されているのはなぜか。一体黄海経済自由区域に何があって、彼らはそれほどまでに自信に満ちているのか。彼らは情熱にあふれ、新しい挑戦は刺激的だ。黄海経済自由区域はNAFTAや EU とともに世界三大経済圏として知られる環黄海圏に位置しています。中国、日本、北東アジアの主要都市と2時間以内にアクセスできる投資には最適な場所です。黄海経済自由区域は国際空港と最新施設の港湾に隣接しており、大陸間の物資輸送がスムーズです。高速道路と高速鉄道を利用して韓国内のどの地域にも1時間台で移動することができます。首都圏の巨大な消費市場と優れた労働人材が確保された安定的な投資地域です。特に国際港湾のピョンテク港に隣接していて、中国と東南アジアへの進出基地として急浮上中であり、中国横断鉄道やシベリア横断鉄道を通じて北東アジア時代を切り開いています。黄海経済自由区域の周辺には世界経済をリードする半導体クラスターや自動車クラスター、ディスプレイクラスター、鉄鋼クラスターが形成されています。フォーチュン氏が選んだ500社が黄海経済自由区域の周辺をグローバルな海外企業の投資的地として選択しています。黄海経済自由区域は中国への輸出入前進基地として、ハイテク産業や物流地域に、そして複合観光や定住地域に成長します。ボスン地区はピョンテク港へのアクセスを考慮したハイボ物流団地と、環境に優しい自動車や半導体産業などと連携したハイテク産業クラスターとして開発されます。ヒョンドク地区は外国人の定住環境を考慮した住居、商業、教育、医療、観光の複合団地として開発されます。黄海経済自由区域はピョンテク港とピョンテク湖の開発、サムスン孤独産業団地と米軍基地の造成など、周辺地域の大規模な開発が進められ、無限の成長可能性を秘めています。黄海経済自由区域は韓国と京畿道が支援している最高の投資地域です。企業活動に最適な法人税や関税などの租税減免、教育と雇用部分の補助金など、黄海経済自由区域の外国人投資者には様々なインセンティブが提供されます。またスピーディーで体系的な1対1密着サービスを行い、投資者に最高の満足を約束します。私は初めて知った、ここ黄海経済自由区域には21世紀北東アジア時代を開くポジティブな力があること。